はいどうもこんにちは、ブチャンネルです。今回は新シミュレーションルームオーバークロックの取るべきバフとデバフについて話していきます。まあね、長々と話すことでもないので、この辺おすすめだよっていうのをまとめて話していこうかなと思います。はい、バフレガシーですね。まあまずはハイクオリティパウダー、はい、制限時間を下げるデバフとかを取る関係上、やっぱりね、早めに敵を殲滅したいっていう部分があるので攻撃力多めに取ってます。はい、そしてエブラパーティクルチャフ、まあこれもね、敵の攻撃力を下げる効果なんですけど、結構おすすめです。そしてドレインコンバーターですね。これもまあ安定感を取るっていう意味で、取ってます、ドレインコンバーター。まああとはね、手動操作する人とかはクイックチャージとかでチャージキャラで速射するみたいな、ゲージ回収用にね使うのもありかなと思います。まあ、その場合はエブラパーティクルチャフあたりを入れ替える感じになるのかなって思いますね。まあ、火力を基本的に優先して取りつつ、取りたいバフを取っていくみたいな感じですね。まあ、結構この辺はね、好みもあると思うので、まあ自分はこんな感じにしてます。はい、次デバフについてですね。まあ、まず自分は、こんな感じにしてます。これだとちょっと見づらいね。はい、攻撃力一番上、防御力一番下、HP 一番下、好感度とリサイクルルーム無効化だね。はい、この二つで、時間が一番、短くなるやつで、鉄鋼コードとこの抱きしめてとキラキラ両方とも入れてます。で、最後関係者以外立ち入り禁止、これでちょうど25。自分はこの形で、とりあえず25クリアをしました。で、まあ、この形にした理由なんですけど、まず一番上ね、攻撃力一番上にして防御と HP を一番下にしてるのは、どんだけ攻撃力高くても倒しちゃえば意味ないんで、速攻倒してまあ攻撃力だけ上げてるって感じですね。はい、で、その次、ここ二つね。まあこの二つはね、つけても特に影響なかったんで入れてます。次、ここね、好戦的な戦術。ここはね、まあ好み分かれると思うんですけど、自分は入れずにやりました。ここ入れた方がいいよって人もいるみたいなんですけど、まあここと多分、ここかな。最後の関係者以外立ち入り禁止と、まあ、ここの入れ替えなのかな。で、この時間だね、制限時間。まあ自分の戦力だったら 30% ダウンでも全然いけたんで、ここが厳しい人は、まあ1個下げたりして、まあ、この辺かな。休暇命令とか入れたり。まあこの下のね、この2つに関しては、まあ読んだらわかるんですけど、リター禁止令と、ブラン禁止令です、これ。はい、上がリター使えない、下がブラン使えないっていう考えてもらえれば、自分のパーティーでね、そもそもブラン持ってないから入れちゃおうとか、リターちょっと今いっぱい使うからリターはちょっとやめとこうみたいなね感じで入れてもらえればいいかなと思います。まあ自分はね、ちょっと終わってから気づいたんですけど、まあリター以外にも自分代用のバーストワンキャラいるので、ここ入れて他を下げてもよかったかなって思いました、終わってから。で、次ね、鉄鋼コード。まあ、ここはね、別に入れても何の問題もないので、はい、入れましょう。はい、その下の、抱きしめてとキラキラかな。はい。ここはまあ、この上の HP と防御力を下げてるんで、自分は結構気にせずに戦えました。まあ、爆弾とかね、気をつけないと突進されて死ぬこと全然あるんで、爆弾はしっかり、処理した方がいいと思います、出てきたら。まあ、基本的にはね、オートでも処理できるんで大丈夫なんですけど、もしなんか死んでるなと思ったら、大体この爆弾が飛んできて死んでるんで、はい。そこだけ気をつけましょう。で、次、ここ、マザーホエール、クジラ取りですね。ここはね、まあ、入れてもいいよって人もいたんですけど、で、自分も入れてみてやったんですけど、まあ、赤丸ね、バーストが噛み合えば壊しやすいんですけど、バーストが発動しないと結構きつかったんですよ、壊すの。で、そのまま突進されて、まあ、ハイドで一応遮蔽物で避けれるんですけど、まあ、時間の関係とかね、敵がその分、その間ずっと湧いてたりとか攻撃飛んできたりするんで、まあ、基本外していいかなって。操作量もね、増えちゃうんで、これつけると。まあ、俺は外しました。で、最後、まあ、特殊ステージ。まあ、これはね、特に説明することないんで、ここがきついよって人は、まあ、さっきも言ったんですけど、こっちかな。はい。まあ、変える余地があるとすれば、このステータス系と、ここですね。自分の手持ちによって禁止令をブランと、まあ、リター、まあ、ぐらいかな。まあ、あとここだね、ボムとかこの辺、まあ、この辺はね、でもプラス2で結構美味しいので、倒せるならじゃんじゃん入れちゃっていいと思います。まあね、このバフに関してはもう頑張って厳選してください。この元のね、シミュレーションルームの方でまあ厳選してれば、時間がある人はね、ポチ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 やってるだけでパーツが揃ってくるので、それもパーツ揃えるのもまあ、楽しみにしつつ、まあ、頑張ってみてください。はい、というわけで、今回はこの辺で。よろしければね、チャンネル登録、高評価、押してってもらえると嬉しいです。
ではでは、また次回の動画もしくは生放送でお会いしましょう。またね。